さあ、それではポケモン SV 初期環境における最強炎パーティーやっていきたいと思います。まずはじめにこの動画における統一の話をしたいと思います。統一というのは何らかのコンセプトを決めてそれにこだわってパーティーを作るということ。つまりタイプ統一においては炎タイプしか使わないとかそういうのですね。ただ今作はテラスタイプによって後から上書きできてしまうんですね。なのでジムリーダーさんとかは全然関係ないポケモン出してテラスタイプで統一を作ってる感じなんですけど、今回は私元のタイプを重視してテラスタイプについては不問といたしました。はい、というのもその方がポケモンの強さ見れるからですね。はい、前作剣盾においては各ステータス、体力、攻撃防御、特攻、特防、素早さの1位を1匹ずつ選んで、それを最強の炎統一だぜって言ってやってたんですけど、やっぱりそれではね、長所を伸ばすっていう単純なそれだけではそのポケモンたちのスペックを見ることができないというド直球なコメントもいただきましてね。なので今作は単純な採用率で最強メンバーを選ばせていただきました。はい、とまあ初回はこんな感じのメンツなんですけどね。まあ僕としてもこれはいろんねえわという強烈なメンツが揃っていますね。簡単にですが説明していきたいと思います。まあやっぱり基本的に新しいポケモンは使ってみようということで選ばれる傾向はあるのかなという感じはしますが、まずグレーンアルマくんですね。恵まれたステータスで意外と1回は手堅く耐えるというところと、アーマーキャノンがやっぱ強いよね。それでいてサイコショックだとかエナジーボールとかテラスタイプからのエナボの威力は結構ありますし、炎タイプとしては特殊火力で結構出やすいんじゃないかなと思います。そして天然耐久のラウドボーン、まあ説明不要ですかね。今回はテラスタイプフェアリーの個体を使用しています。お相手が物理で来た時には受け止めてほしいですね。はい、そして、ウルガモス、こちらも草テラスで今回は運用します。水に対抗しなきゃいけないんでね、他のポケモンから繋いだりして超能前積んでから無双したいけど、今回は多分素で殴ることも多いのではないでしょうか。はい、でソーブレイズくん、はい、でこちらも動画で使用した方、そうほとんどが過去の動画に出てる連中ばっかりなんですよね。伊達じゃねえな。はい、今回も道連れとか決めてくれたら嬉しいけどどうでしょうね。で、ケンタロスくん、格闘タイプで見かけるとしたらなんかケンタロスみたいなところありますよね。今回は直帰だったりスカーフだったり命の玉だったりするんですけど、まあ何にせよ必要な時に出てもらう感じかな。うん、格闘技自体は現環境そこまで頼れるかっていうとそれが災いして負けることも多いので、はい、威嚇からウルガモスやグレンアルマに繋いでくれるのもありかもしれない。で最後ベンリアロトムですね。フェアリーロトムが流行ってるとか聞きましたので僕もついに育成ということで、はい、でメガネを持ってトリックを使ってもらうことを前提に、なんでテラバーストとかフェアリー読まれても後続に対してメガネ火力極振りで入るんで結構いいダメージ出るんじゃないかなと思います。はい、とまあ雑な紹介はこんな感じで早速対戦の方やっていきたいと思います。ちなみに僕極振りだけする感じだからマックスアップ1個分とかはケチってるのも多いんだよね。その分は皆さんが各自適当に振ってくださいってことで、どうぞ対戦よろしくお願いします。というわけで炎タイプの採用率が高い最強のメンツを揃えたパーティーでございますが、ミトムとかすんげー出しやすいでしょうね。あいつねぶっ潰してやるぞ、ほんと怒らないで怒らないで。先発グレンアルマから行こうかな。でもグレンアルマでちょっとガモスかな。どうしよっか。これさすがに天然のあいつもいるんだよね。厄介なやつが多い。どうしたもんかな。
まあ先発はロトムの可能性かなり高いと思うんですよ。よろしくお願いします。統一バトルは久しぶりですね。まあちなみに統一とは歌っていないというのもさっき説明したかもしれませんが、 SV 環境における統一とは、こだわりにこだわってる人はテラスタイプまで一致するんですかね。ですが前回の最強統一と違い、今回はポケモンのフルスペックを引き出していく。まあ案の定のやつが来たな。まあお前だろうな。さて行こうか。テラスタル草からの蝶の舞、お前のドロポンを帰って受け止めてぶち抜いてあげよう。逆にこれな、読まれる可能性はあるんですよ。先発ロトムはトリックを持っている可能性が高い。であればここは当然それをしてくる可能性もあるわけで、ガモス君は地と読まれやすすぎるから、もしかしたら超舞読みで打ってるかもしれませんが、なんだかんだ水技、最低限のダメージはあるから素直に打ってもいいんじゃないの。草タイプは水ロトムに対して特攻なのだ。いきます、ドロポン。さすがに効かねえな、超うまい。さてもっと待ってもいいんだが、早めに攻めちゃいましょうかね。お相手のパーティー的には海竜とかいうやべえやつもいるんだな。交代読みしてもいいですね、デメリットねえし。炎の舞まだいいです。ここでいい一撃与えておきたいね。ロトムに対しては後投げもできるってのがこのダメージから明らかなんで、向こう的にはやっぱ引っ込めるよな。草を受け止める何か、海竜が濃厚プリンだが、ドラコロス、やっぱお前か。しんどいの来たな。くる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 、ポーン。で、この海竜が、昔だったら神速だったんだけど、今わかんねえだろ。今わかんないんだな。そこがしんどいな。でも今回は、ここで海竜後投げしたんだから、さすがにそうだと願いたいがね。頼むよ、読めねえのつれえは。マルチスケールでそういうことしてくるのダメだと思う。神速読みです、完全に。よかった。多分神速だろうな、これ。さて。しかしまあ、こいつを止める手段を常に用意しておかなきゃいけないの、超絶しんどいな。お相手はちゃんと交代してきてる。これ通していかないといけない択多すぎないか。ここで素直に殴られても困るんですが、そうなんですよね。この対面ならロトム投げてくる可能性もあるんですよ。逆に地震で攻めてくる可能性もある。交代でいくわ。通すか。こっちの方が早いだけだと思う。海竜が HA なんじゃないか。やっぱりね。これを繰り返すしかないんだ。親方？え、お前親方って言うの？ランクマだぜこれ。ニックネームはつかないはずなんだが。こいつ親方？一応読み勝ってはいるんだがな。よっと。テラス一致の超火力。こいつハチマキなんじゃないですかね。かといってこれお相手の手持ちがド直球に炎を殺しに来ているので、まあさすがに交代しようか。素直にいきますよ。ハチマキの可能性がある以上、向こうとしては技選択に気をつけなければならない場面でしょ。で、ノーマルテラス、ハチマキの神速でもガモスを、すべての体力を削ることはできないのでは？こだわってねえことが分かった。となると、ここは素直に殴ってくると、見ますかね。無念の剣。
ザン、いい火力、龍舞ですか。恐ろしい技を使いますね。もう一丁、神速はね、ジェシン痛えな、上取りやがって、許さねえよ。お返しだ。防御は下がりますが、これでさらにあんたのスピードを抜き返したぜ。いくぞ、ザッ、いい火力。向こうは神速が使えないであれば先制は絶対に無理なんで、ここで交代も考えた方がいいんだよな。でもそこら辺考えるとすげえしんどい。さすがに無念安定か。無念でよし、落とせた。これはでかい。読み勝ってド直球に不利な試合覆していくの、これがね、タイプを一つにまとめたパーティーの気持ちよさなんですよ。こいつ今回統一って言わねえな。そこら辺は様子を伺ってるの。はい。ジムリーダーの、そう、SV ジムリーダーのポケモンって、そのタイプ統一とは異なるポケモンをテラスタルで合わせてくるじゃないですか。また逆もしかり、どっちが今の主流なのか、測りかねているのだよ。ということで、お前に対してはまあ、こっちだな。温存します。というのも、ロトムは勝てるわ、勝手に。ただ、ヘイラッシャーはわからん。万が一がある。ヘイラッシャーに対して道連れできるようにしておきたい。マンボルー。効かないね。ではでは、ギガドレイン。ライフチュッチュー、ギガントー。さすがに勝ちでしょ。これが、そう、一流の炎統一ならば、統一チュッチュー、炎タイプ軍団なら、勝てるわけですね。ランクはでも。はい。対戦よろしくお願いします。今回のお相手は炎が刺さっていますね。ハッサムは出てこないでしょうね。あいつはテラスタル、鋼でしょうし。となるとね、地味に怖いのがドドゲザン。あいつ水になる可能性がある。水のドドゲザンレイドっていうのは、ものすごく発生率が高い印象なので、来るかもね。その辺考慮するとね、誰がいいんだろうね。物理多めなんだが、何気に一夢も怖いね、相手に回すと。さて、というか、今回こういうパーティーの方がやりづれんだよな。何が来るのかわかんねえ。マスカーニャも可能性としてはなくもないかもしれん。悪タイプの通りはいいんですよ。となると、先発の様子見で出しやすそうなのは、一夢と、あとはジュペッタでしょうか。だったらソーブレイズから今回行こうかな。で、なんだかんだアタッカーがやばそうな感じするので、ラウドボーン。そして、順当にエースぶっかませる君。でも打点がないよな。ちょっと待って。ヒット、ムー、ソーブレイズ、ラウドボーンでいきます。よろしく。なんかあれだね、できれば全員に活躍させたいという選出の歪みが私を敗北に陥れるね、これ。そう、今回でお別れですから、このポケモンたち。個々については、あ、そうだ、冷静に考えたらこいつら今後使うわ。だから今回出番なくてもいいんだ。今回はあくまで紹介ってね。チーズ、お見通しされそう。されないわ。だったら逃げ帰るのも悪くはないよね。ボルチェン、消火力だ。痛かろうて痛かろうて、お前には。そう、ジュペッタ君そんなに耐久ないですからね。ではでは、ソーブレイズ君、タスキだ。存分に活躍するといい。行きます、ルーム。お前がルームを起動するとは正直思わなかったよ。だが影打ちだ。ザッ、オーケー。しかしながらこれはかなり困りましたね。トリックルームは正直今一番されたくなかったな、このメンツだと。となると誰が来るんだ、これ。
ドドゲ山来やがったな。ふむ、テラスタル切ってくるの濃厚ですね。これは潔く散るか。さすがにここで土下山をそのまま食らってしまうのはまずいか。向こうが先に殴ってくるからね。道連れ、高校道連れです。やっぱテラスタル効いてきやがった。直帰だったらフル綿だからまだわからないっすよ。悪か、威力の底上げ。いらっしゃいませ、ドゲザーン。さっせ、だけど一発は大変だわ。さあ次どうするのかな。相打ちでも構わないぜ。ほう、何のアイテムも発動していない。直帰の可能性は本当にありそうですね。であればここで散るのは避けたいところだろう。不意打ちをすかされるとまずい。不意打ちの可能性もなくはない。そう、不意打ちしてくれるんだったら殴ってくれるので、ここは無念の剣でいいのでは。無念の剣はあと残りのポケモンには一貫してないな。もらい火が一応あるな。やだな。となると影打ち持ちたくねえな。でもいやー、不意打ちはねえだろここ。いやでもすかす手段があるなら不意打ち、前読みの不意打ちぐらいしかない。そう、読みの不意打ちはありえるんですわ。無念、それで来たかこの野郎。ザン、まあまあ入りましたよ。瓦割りを持っているとは。テラスタル切って無理やりぶち当てさせても面白かったかもね。ではでは、これ残りトリックルームのターンは残り1ターンか。ロトムの役割はもう終わったと思うんですよね。次の鬼火が外したらやばい卓ですからね。と思ったけどいけるか。影打ち、ぜい、ちょっとでいい。土下座させ。さてさて、ここでラウドボーンを消しかけてもいいんですが、今回はロトム行きましょうか。まだ輝かせてないからね。どちらもテラスタイプフェアリーなんでどっちでもいいんだけど、行こうか。テラバースト。テラスタルによる奇襲は対応できんだろうて。しかもメガネ火力受けることができないぞ。さすがの土下座も無理でしょう。もろもろ考慮してもロトムには不意打ちを打ちづらいはずだが。鬼火怖いだろ。イエーイ、苦しみもがけ、ダブリーフラッシュ。いい火力、これ2連勝来ちゃうんじゃないです。やっぱり統一は最高だぜ。テラスタルのタイプ変更は僕的には統一においても許容派なんですけど、むしろタイプ統一だからこそ、苦手なタイプが来るからこそ、ここによるなんていうの、戦術が光ると言っても過言ではないと僕は思っているんですけどね。皆さんはどうか知らないよ。さて、しかしながらこれタイプ相性的には最悪オブ最悪なんだよね。メガネ渡したくねえしな。もうこのまま殴るか。テラバースト行くぜ。向こうも打点ねえからな、これぜい。まあまあ入ってます。マンボルーな、なに痛え、痛えよ。キラえ、これわかんねえな。試合絶望あるでな、ロトムだし。あ、やばい、これ負けありますね。マジかよ、ミラーで負けちまったんだ。
そうか、そこまで、そうか、やばいぞこれ。2連勝に期待したけど、ただドドゲザンに対してラウドボーン投げたら人も後投げされてるだけなんだよな。ってなったらそこからシミュレーションすると、でもそっちの方が多分対面的には有利だったかもしれん。やっちまったかな。フレアソングで火力を上げることよりテラバースト2発の方がまだマシですね。いきます。ノーマルテラバーストだ。マンボルー効かないね。お返し、ギリ勝てるか。10万ボルス効かないね。目には目をってな。お前がくれたプレゼントだ。お返しするぜ。あと一発、ギリだったな。いや怖い怖い。この統一的にはこいつのタイプかなり怖いですね。あばよ、お前は強敵だった。対戦ありがとうございました。露骨に弱点ついてくるやつより同じタイプの方がやりづらい、あると思います。対戦よろしくお願いします。なんでこんな時にバンギいるの。あいつはここにいちゃダメなやつだろう。今期はバンギがきついんじゃなかったんですか。ピンポイントで出てきやがったなこの野郎。さてということはケンタロスは絶対いるし、なんなら初手かと言いたいところだが、ロトムから行った方がいいかな。一応ね。でケンタはいる。で残りのメンツからしてソーブレイズもいるね。下3体になりました。よろしくお願いします。でもなんだかんだ対応手段があるあたり、やっぱ採用率の高いポケモンたちって一味も二味も違いますね。どうしようもないってことがねえもん。巡り合わせ次第では3連勝で今回終われますよ。よろしくお願いします。でちなみに活躍が薄いなと思ったポケモンに関してはいずれね、専用会あるいはすでに専用会があるのでご安心を。やっぱり来たなガブリアス。とりあえずお前は起点作りだと思っているからトリックだ。ほらよ、その遅さも含めてな。どうぞ。レッドカード、なるほどそういうことね。ただ岩は巻かれてしまったんだよね。しっかりと鬼火暗いな。引っ込めた。バンギかな、出しやすいのは。やっぱ来たか。砂まで巻き上がってこの野郎。ういバッチリ仕事しますよ。ラムだったら最悪ですけどね。ガブに対して滅法強い時点で仕事は絶対にありますね。潔く引きましょうか。テラスタルを切った上で交代してもいいが。ボルチェン、すごい。よし、威嚇も入れてやればバンギといえど火力は出せまい。しれっと道具を変えています。ケンタロス君を活躍させたかったので小回りが効くよりね。威嚇、そして岩技は等倍よ。エッジ効かないね。ただ砂は痛いね。さすがに抗体が濃厚プリンなんですけど、残り1体ヒトムかドラパか。海流もあるな。考え出すとめちゃくちゃめんどくせっすこれ。読み気味だが変えますか。バンギがここで突っ張りはしないと思う。したとしても タイプ変えてくる。どうよ、やっぱりね。出てくるポケモンは最後のポケモンを見せな。ガブちゃんか。お前メガネ持ってるよな。さてテラバースト、
すぐ帰るかもしれねえし、フェアリーにしてやればドラゴンの打点すらなくなる。バンギだとすれば結構痛い目見てもらう。突っ張ってる、怖い。では行きます。うい、ザー、ん、邪魔、痛い目見てもらいますよっと。ファイヤー、なかなかの火力。こいつ自分の仕事を貫く気が。ほーん、死ねると思うなよいや痛えんだけどさ、こうも設置されると。だけどもともとこちらはタイプが揃っている。殴られる時はワンパンなのよ。だから一生まきびし巻いてろ。お前はそんな姿似合わないよガブリアス。砂が収まったらまた巻き直しするかもな。剣の舞ぜい。巻きびしフルパワー、ステロも込みで我がパーティーに致命傷を与える気だね。剣の舞捨てる気だろ捨てる気だよな、もう完全に。ってことは最後の一匹海竜かな。だとすればしんどいですね。ほらよ、フルパワーよし。まあなんだかんだいいところまで持ってこれた気がするね。ではでは、無念の剣でサメ肌分ぐらいは回収させてもらう。4倍ソーブレイズ爆弾です。バンギが出てきても抜群で殴れるって考えたら悪くはないですよ。ただ潔く道連れした方がいい可能性はあるよね。このソーブレイズは生かさないとね。さあ出てくるポケモンは勝ちたい。勝たせてくれロトム。ほう意外なやつが来た。刻む。効かねえ。こいつかなり耐久に振ってますね。結構これメガネのトリックぶっ刺さった感じですよね。よし、バンギでも無理よ。お前やけどってるし、しれっと。では刻ませてもらうぜ。無念、いい火力すぎて惚れちまうぜ。そう、話題性だけじゃない、顔だけじゃない、実力もあるのだこいつ。お相手の手持ちのポケモン、結構やっぱりこちらに対しての殺意はすごかったが、まあ露骨すぎる起点作りってのは災いすることもあるということですね。めちゃめちゃ気持ちいいですね。さっきの技がまあ普通の火力ってところか。ではゲームセット、対戦ありがとうございました。ここにいる炎ポケモンたちみんな強いので、ぜひ皆さんも使ってみてください。ありがとうございました。